ではお次、なるみぽ先輩、ヤガオクッション&キーホルダー作りました。ふぅ、作りましたじゃねえんだよ。え、なんで、どうして、どうして作ろうって思ってしまったの。拡大してみてみよう。うわぁ、クッションキーホルダーハート。ハートじゃねえんだよな。うわ、マジもったいないわ。うわ、放送始まる前はね、もうさらっとね見ただけで、あんまりじっくり見なかったの。こんな拡大してまでね見てなかったんだけど、やっぱね、よくよく見てみるとね、あれこれ非常に許せませんね。これはこんなね、もう世界一無駄だよ。ダメだよこんな布と綿の無駄遣いだよマジで。このリボンなんてつけちゃってもったいねえよマジで。本当に許せないです。しかも 1,2,3,5,6,7 個も作っちゃったの。こんなね、もうはーちゃまのね企画に参加してくれるってのはもうすごく嬉しいし、これのために作ってくれたってのはめちゃめちゃ嬉しいんだけどさ、無駄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 、誰が使うんだよマジで。あー、かわいいでしょ、普通に買いたい。え、いつからそ、え、いつからそんな心意気になって、え、嘘、え、マイラが使うわ。え、嘘、え、いつ、え、もしかしてヤゴってハーチャマよりファン多い感じ。これどこで売ってますか、僕も買いたい。え、え、ガチめに欲しい、欲しいヤガ、欲しい、毎日抱いて寝た。お前それ、お前それ言ったな、おい抱いて寝ろよ。悪夢しか見ないぞ。いや、え、嘘、ハーチャマよりもヤゴーガチ勢のガチ恋の方が多い、ヤゴーのガチ恋の方が多いってこと。ごめんなハーチャマ。もうやーだー、うわー、勘弁してくれよ。うわー、ということでね、世界一無駄な商品でした。うわー、いやー恐ろしいね、恐ろしいね、本当に。